世界基準を目指す新たな女子リーグとして1999年からスタートしたダブルリーグ、その20年の歴史の中で日本女子バスケは確実に成長を遂げ、世界と互角に渡り合える強さを示してきた。そしてダブルリーグの戦力図に激震を与えた今季のプレーオフで積み上げられた歴史にまた一つ新たな記録と記憶が刻まれようとしている。リーグスタートからシャンソン化粧品との二強時代を築き、常に日本女子バスケ界を牽引してきた JX エネオスは、前人未到の11連覇に向け、絶対的な司令塔吉田麻美をベンチに据えながらも、その手を緩めることなく女王としての戦いを貫く。この JX エネオス一強時代に待ったをかけるべく、チーム史上初のファイナルに進出した三菱電機は、1967年の第1回日本リーグに参加した唯一のチームとして、その戦いの歴史をつなぎ、生え抜きの指揮官古賀ヘッドコーチのもと、セミファイナルの激闘を制した固い結束力で絶対女王の牙城に挑む。迎えたファイナルゲームは、共に立ち上がりから主導権を握りたい両者の意地がぶつかる中、隙のない展開でゲームを支配する JX エネオスが終始試合を優位に進めた。意地を見せる三菱電機もインサイドで王、アウトサイドから根本河合がアグレッシブに攻めるも、上昇軍団の新たなエースへと成長を遂げた宮澤の22得点を筆頭に、5人が2桁得点を挙げ、 JX エネオスが重要なファイナルゲーム1を制した。そして今日これから始まるゲーム2で、 JX エネオスが一気に11連覇の大偉業を達成するのか、はたまた史上最強の結束力でファイナルに進出した三菱電機が底力を見せ、歴史的アップセットを演じてみせるのか。ダブルリーグ20周年激闘のシーズンファイナルゲーム2の幕開けです。それでは両チーム選手の入場です。まずは三菱電機コアラーズ、No.1 竹原レイダー、No.2 那須真中、No.3 永井優衣奈、No.4 根本春乃、No.5 池谷由紀、No.6 桜木知花、No.7 篠宮アンナ、No.8 河合舞、No.9 小菅由佳、No.10 三崎みなみ、No.12 風間みどり、No.15 西岡梨沙、No.24 大麻子、No.27 田代桐香、No.45 渡辺彩、指揮を取りますヘッドコーチ小賀恭子。以上、三菱電機コアラーズ選手およびヘッドコーチのご紹介でした。続いて JX エネオスサンフラワーズ選手の入場です。 No.1 藤岡まなみ、No.5 藤本真子、No.7 林咲希、No.10 渡嘉敷来夢、No.11 岡本沙耶香、No.12 吉田麻美、
Number 13, Nishiyama Shino. Blind your eyes. Number 17, Yamada Ai. Number 23, Oguma Mikoto. Number 25, Ishihara Aiko. Number 29, Nakamura Yurika. Number 32, Miyazaki Saori. Number 33, Umezawa Kadisha Juna. Number 52, Miyazawa Yuki.指揮を取りますヘッドコーチ佐藤清美。以上 JXNのサンフラワーズ選手およびヘッドコーチのご紹介でした。それではここで両チーム選手の皆さんからプレゼントがございます。株式会社モルテンセサイン入りマスコットボールです。2階席のお客様はお席から乗り出さないようお気をつけください。それではお待たせいたしました、選手の皆さんアップにお入りください。バスケットライブ